ところで江戸時代の人々は岡山に観光に来たり、あるいは岡山からよそへ旅に出たりしていたのかの。例えば岡山から江戸に旅に出るとし、岡山は備前の国、江戸は武蔵の国も違えば殿様も違う。ユニマル君、よその国に行く場合絶対に必要なものは何かの。実際に江戸時代のパスポートを見てもらおうと言いたいところだが、実はこのようなものがあっては邪魔や。大切な資料を扱うので、資料を傷つけないようにこの名札も取り、背広も取り、ネクタイも取って準備は OK です。これは江戸時代のパスポートで往来手形と呼ばれるものじゃよ。津山のあたりに住んでいた美香さんのパスポート、これがあると旅の途中で日が暮れたり病気になった場合でも助けてもらえるんじゃ。実は病気とかで旅人が倒れていたら村の人たちは助けないといけなかった。ちなみにユニマル君は旅に何を持っていく？当時の旅のコツはなるべく荷物を持っていかないことじゃ。当時の旅の基本は徒歩。たくさんの荷物があったら大変じゃろう。江戸時代にベストセラーになった旅行用人集という本には、旅の荷物をコンパクトにまとめるようちゃんと書いてあるのじゃ。